さあ、これから美味しさの影の主役に光を当てまして、日常生活をもっと豊かで楽しいものに変えていきましょう。これは北海道を代表する食材です。どうですか？ちょっと食欲をそそられませんか？私たちは食事をする際に五感すべてで感じ取って美味しさを認識しています。中でも味覚と嗅覚についてはある化学物質が媒体として感じる化学的な刺激となっています。それでは匂いについて考えてみましょう。匂いは鼻にある嗅覚受容体にある化学物質が吸着するとその信号が脳の中枢に伝わって酸っぱい甘いといった匂いとして認識されていきます。地球上には約200万種類もの物質があるというふうに言われていますけれども、その約5分の1、40万種類に匂いがあると言われています。では私たちはそのうちどのくらいを認識できるんでしょうか？なんと1万種類も認識できる。すごい能力ですよね。では実際に私たちが日々食べている食品にはどのくらいの香気成分が入っているのか、なんと数百、意外にたくさんありますよね。これはジャスミンという花の香りを機械と人で測定して解析した結果です。機械ではピークが高いほどたくさん入っている、また人では強く感じるということを示しています。ところが香気成分の中には量が少なくてもその成分を特徴的に表現する香りがあるんです。さあ、世界の人が好むバラ、素晴らしい香りですよね。バラの香りのなんと 95% は測定して解析することができるんです。しかしそのデータをもとにバラの香りを再現してもバラ本来の香りは再現できません。ではどうすればいいか。機械で測れなかった未知の 5% の中にまだ200種類もの化学物質があるということを嗅ぎ分けられるパフューマーという専門家がいます。すごい能力ですよね。まだまだ機械は人にはかなわないんです。でそのデータをもとにバラの香りを再現するとバラ本来の素晴らしい香りが再現できるんですよね。香りは私たちの食べ物の美味しさだけではなくて、さまざまな生活のシチュエーションで私たちに深く関わっています。どうでしょう、少し香りに興味を持っていただけましたか？これからは少し香りを取り入れて日常生活を楽しいものにしていただけると幸いです。